はい、こんにちは。中本白秋です、今回はですね、日本書道教育学会富士でですね、小学生のための教書雑誌があります。その中の皇室1年生の課題、山の恵み、キノコ狩り、これを解説していきましょう。一般の方もですね、日頃文字を不得意とする方はちょっとご覧いただいて参考にしてみてください。ではまず山って字を書いてみますね。山って字はこうしてこうまっすぐ書いて、そして左右の縦はですね、ちょっと内側にこう入れるようにして、でこうして、文字は軽い右やりですから、軽いこう右やり、こう右やがに書いてますから、この山もですね、軽い右やり、左よりも少し高めから書いて、ちょっと出るぐらいですね。ですから高い順に1番2番、高さはこういう順番に書くようにしましょう。これをですね、こう書いてこう書いて、同じ高さから書いて、こうたくさんこう出しますと、こう文字がですね、右が下がったイメージでこう変な感じになりますね。これおかしいですね。だからこことここを見た時にですね、前ここが上にあるように、もう一度書いてみますと、山って、こうして、こうして、こうして。こういうふうに書いたときにですね、こことここを結ぶ。結んでるのがこういうイメージ。で、こことここを結んでるのが少し右あり。こういうになるように書きましょう。これが山ですね。はい、次。のですね。のはですね、山の恵み。こういうふうに書いて、ここの大きさとここの大きさ同じようになるように、最初はこのぐらいの角度で入るわけですね。で、こののもですね、山と同じようにこうして、こちらをこう長くすると、こちらの部分とこちらの部分でこう下がった感じになりますから、ここをほとんど同じような高さで割るようにしましょう。はい、次、恵みで、目っていいですね。目はこう書いて、こう、軽い右やりですから、こう来て、このぐらいで終わりましょう。これもやはりですね、こう書いて、こちらをこうすると、こんな感じになって、おかしいですね。まあ、こういう感じ。そして、こことここもこう右やりになる。こう右やり。目はですね、こういうの書くのも良くないですね。こういうの。はい、今ここはこう下がりましたね。で、ここも下がりましたね。一箇所、二箇所、二箇所おかしいですね。次、くっていいですね。くはそう難しくない。まあ、こういうの書きましょう。恵みのぐ。次、みですね。みはこうして、こう書いて、ここから軽やかに上がっていって、こうに書きます。そして、みって字はですね、ここは中心なんですね。ちょうどこういうふうに正三角形の中に収まるように。はい。良くないみ。こうして、これ良くないですね。こうに書く人多いんですね。これがこう、下がらない。下がらないんですね。こういうふうに書きましょう。そしてこれをあんまり長く出すと、ここはこう右下がりになりますから、みって字をもう一度書いてますと、こうしてこう来て、こうって同じ高さぐらいで終わる。ここはこのぐらいで終わるように書きましょう。これがみの美しい書き方ですね。はい、次、キノコ狩り。キーは難しくないですね。右あり、これもまっすぐになって斜めになる。き、の、こ。はい、こって、はい、こって字も、ここ、こう見たときに、こうに書かないことですね。この、真横に書かない。少しこう、右やりになるんですね。もう一度こう書いてますね。こう。ちゃんと入れて、こうして、こうして。こんな感じですね。こ
この線を見ますと、水平に対して少しこう上がってますね。これが美しいこの方ですね。次、山登り、キノコ狩り、ガーって字書きますね。ガー。ガーって。このガーもですね、ここは今中心なんですけれども、声を書く人が結構いますね。これは良くないですね。このカって字ですけども、カって字はこの字がひらがなになったんですね。カは中心がここです。これが少しずつ行書、草書になってひらがなになります。こう。それが点になったんですね。ですから中心はここなんですね。ですから、がはですね、こちらの力に当たる部分を左側、点は対象の右側に書くようにしましょう。こう広く書けることですね。では最後にですね、山の恵み、キノコ狩りと書いていますね。はい、山、縦をまっすぐ書いて。で、こうして、少し右あり。山の恵み。みは真ん中から書いて。そしてここは軽い右あり。恵み。キノコ狩り。キノコは軽い右あり。そしてガーは左側に書いて右に点を打ちます。ガーリー。このように書きましょう。以上、今回はですね、日本書道教育学会富士、初級版の小学校1年生の鉛筆の課題を解説しました。以上、これで中本博士のワンポイントレッスンを終わります。